ジョージ・ベンサム。ジョージ・ベンサムは、イギリスの植物学者である。ジョセフ・ダルトン・フッカーと共に、ベンサムフッカーの分類体系を作り、これは、イギリス、アメリカ合衆国で使われた。プリマスのストークに、海軍技術者のサー・サミュエル・ベンサムの息子に生まれた。おじは有名な哲学者、経済学者のジェレミ・ベンサムである。興味を持ったことに集中力を持続する性格であった。 語学の才能を示し、7歳までにフランス語、ドイツ語、ロシア語を話し、スウェーデンにしばらく投入する間にスウェーデン語も学んだ。ベンサム家はヨーロッパに長く滞在し、2年を過ごしたモントーバンの神学校でジョージはヘブライ語と数学を学んだ。その後、一家はモンペリエの大邸宅で暮らした。アングレームで学ぶうちに、オーギュスタン・ピラミュル・カンドールの著作を読み、 植物の分類に興味を持った。1823年にロンドンに戻り、イギリスの植物学者と交流した。おじの勧めで法律を学ぶが、1831年に父親が死に、翌年おじも没し,したことから、よかに植物と論理学の研究に専念できることになった。植物学の分野の著作には、ゲネラプラントラムアドイグゼンプラリアンプライミスイン。 ハーベリース・キューン・セバス・セルバタ・ディフィニータなどがある。ベンサムの集めた10万点を超える標本は、ウィリアム・ジャクソン・フッカーとジョセフ・ダルトン・フッカーが園長を務めた、キューガーデンに収められた。1830年から、園芸協会の事務局長、1861年から1874年の間、ロンドン・ディンネ協会の会長を務めた。1859年にロイヤル・メダルを受賞し、 1862年に、王立協会フェローに選ばれた。ランカの俗名、ベンサミアと、ニオベンサミアに懸名されている。ベンスは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョージ・ベンサムを示すのに使われる。ジーン、ジャック・アミーゴ、ベンサム、インルーボー・ディクス・ヨネアでバイグロフィス・ル・シール・ネーザス、ボリューム3サイエンシズ・デラビー・デラテール、ペルピニャン、パブリケーションズ・デル・オリビエ、 2017-915-P ありがとうございます。